皆さん、そろそろ韓国の悲鳴が聞こえてきましたよ。え、そんなに楽しそうに言うなって。だってウォンがそろそろ限界点を超えるウォン高になってきましたからね。それに比べて日本は円安傾向真っ白。アメリカ政府の閉鎖がなければ1ドル110円を目指せたのに、まあアメリカとは同盟国なのでがっちりとタッグを組んで世界の安定を目指して頑張りましょう。そんな中で韓国といえば、先日は韓国の財閥の一つが破綻したし、銀行なんてとっくの昔に取り付け騒ぎを起こしていますし、大統領の妹さんが詐欺で有罪になっています。まあこの辺の情報は日本では一切報道されない裏話ですけどね。韓国は大変でしょうが、日本も狂ったようなハイパー円高に襲われてきたのです。韓国もこのくらいの為替変動を乗り越えられないようでは一人前の国になんてなれませんよ。それに比べて今の日本は極寒の冬を乗り越えて春の香りを感じているほんわか気分です。日本の企業はしこしこと、あやおや、おっとおっと、違いますね、コツコツと新しい日本のために戦略を練っていることでしょう。しかしここまで説明しても反感感情で満ちている日本人は、韓国のウォンなんて買うやつなんているわけがない、そのように言いますよね。一体何度そのようなコメントをいただいたことやら。世の中にはハイエナもいればギャンブラーもいるのです。そのような人たちにとって韓国は最上級の後進国なのです。きっと美味しそうな餌に見えるのかもしれませんよ。それではウォンの適正レートですが、大企業では1100ウォンから1080ウォンらしいです。最近は韓国も外国への工場移転を進めているので1100ウォンから1050ウォンに広がったとも言われています。さてこの3週間ですが、毎日ドルウォンチャートを睨みながら、韓国は素晴らしい国だぞ、もっとウォンが高くても大丈夫、どんどんウォンを買いたくなる、まあそんな呪いの電波を送り続けていたのです。そうしたら1ドル1070ウォンをうろうろしていた為替がやーっと1060ウォン台に突入しました。もしかして1ドル1060ウォンと言われてもピンときていませんか。簡単に言うと1060ウォンを円に例えて1ドル106円と思えば分かりやすいですよ。つまり適正レートの1100ウォンから1080ウォンは1ドル110円から108円と考えれば簡単です。それにしても適正レートが3円分しかないとは、毎日が黒ひげ危機一発ゲームみたいな国ですね。それではウォンチャートを見てみましょう。このチャートは2013年9月18日から10月15日のチャートです。9月18日に1087ウォンだったのが、今日の時点で1065ウォンのウォン高になっているのがわかります。日本の為替はおまけなので、興味がある人は見てください。お次は8月中旬からのチャートです。この頃は1120ウォンなので、今日を基準にすると1ドル55ウォンのウォン高です。これを円と考えると5円の円高になりますよね。日本でも5円動くと、まあ厳しいものがあると思いませんか。これは2012年12月からのチャートです。パクチャンが就任する直前は危機的なウォン高である1055ウォンでした。それが反日宣言した3月からはうなぎ登りのウォン安、パクチャン恐るべし、100ウォンのウォン安を演出して危機を脱出しています。それでは3年のレンジで見てみましょう。2011年9月に1200ウォンを達成しています。何があったか覚えていますか。あの頃はギリシャ危機と欧州債務危機がありました。このままでは1300ウォンまで行って韓国崩壊かと思ったらですよ、突然神風が吹いたのです。不思議なことに1ヶ月後には1100ウォンにまで戻っています。なぜでしょう。それは韓国が仮想敵国としているあの日本が、捏造慰安婦を謝罪しない日本が、靖国神社を参拝する日本が、旭日旗を国旗とする日本が、アメリカと仲がいい日本が、
スワップを30億ドルからなんと700億ドルまで増額したのです。その時に日本を牛耳っていた政党は思い出せない。思い出そうとすると頭が、これはもしかして PTSD なのでしょうか。韓国を見習って謝罪と補償を請求しようかな。さて、この時にスワップの増額がなかったら、もちろん IMF のおかわりが決定したことでしょう。せめて隣国として感謝の一言でもあれば、まだまだ延長の可能性もあったのでしょうけど、日本が勝手に増額したとか、スワップなんていらなかったとか、韓国様が余裕をこいてますので、日本はアメリカさんともども高みの見物をさせていただきましょう。それでは最後に5年レンジを見てみましょう。2009年に1800ウォンになっていますが、どんだけ不安定な通貨なんでしょうかね。2008年から2009年といえば、あの有名なリーマンショックです。この時も日本はスワップを200億ドルまで増額しています。本当に余計なことをしてしまいましたね。スワップなんていらないという韓国には本当に申し訳ないことをしたと反省している日本です。安倍政権はこの反省を踏まえて、相手がいらないというものをプレゼントしたりはしませんよ。スワップは両国のためのものであるなんて減らず愚痴を叩き、国連では一人前のことを言い、アメリカでもドイツでも世界でも一人前のことを言う、そのような国なのですから、いい加減に他国を頼らずに頑張ってみてはどうでしょうか。為替が上がってもダメ、為替が下がってもダメ、そんな綱渡りみたいな経済なんて国民のためにも世界経済のためにもなりません。そろそろ1ドル100円、1ドル1000ウォンが近づいています。ぜひ日本と韓国でガチの勝負をしてみたいものですが、これでは大人と子供の戦いです。ですので、東京都 VS 韓国。まあこのくらいがちょうどいい戦いになるのではないでしょうか。猪瀬さん、パクちゃんに負けないように頑張ってくださいね。